わ、来た。なんか用？あ、あの加藤っていう人に紹介されて、少し申し訳なく感じた。究極のなんて言われても、僕は別に人形を作ることに対しての高い志なんてなかったし、このバスへの工場を立て直してやろうなんていう気概もなかった。天国ってこんなところにあったんだと思ったその時だった。僕の手の中の感触の変化、ちく、いや、あ、クララが立ったみたいな感動と近いのかもしれない。いや、多分近くはないが、皆まで言わないけれど、そういうことだ。あんなにはっきりと誰かに好きだと伝えたのは、僕の人生においてあの時が最初で、そして多分最後だと思う。商品は売れに売れ、こんな忙しさが4年ほど続いた。触ってみてもいいですか？お、いいよ。あれ？ん？これは、あ、はい。え？音が。よかった。虫出たろ。はい、うん。シリコンの比重って水に対して何対なのか知ってるか？1対 1.1 です。美術モデルの小沢さんのこと申します。あ、モデルさんですか？よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼します。いきますよ。最初のグーじゃんけんぽい。やったよろしくお願いします。はい。と前まで病気してて、今もちょっと本調子じゃない。こいつがどうしても再現のためには。何言ってんだ、おっさん。もう本当にすいません。今の忘れてください。大変失礼。汗もできちゃった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もういいでしょうか？はい。これまあまあ社運かかってんかんな。はい。あなたのことが好きです。好きになってしまいました。僕と付き合ってください。これ忘れ物。あ、すみません、わざわざ。すごく嬉しくって。いや、まあ、変だと思うんですけどね、その時にこの人は不器用そうだけど。その子の胸から型取りしたドールは大反響を呼び、人形を擬人化してコスプレするというような、いわゆるドーラーという人たちを生み出し、マスコミからも大いに注目された。だがますますその子にはこの仕事のことは言えないと思った。おはようございます。盗まれたんだ、データ諸積みに。え？どうも。少し考えさせてください。妹瀬の地入りを結ばんとして、とつぎののにをいかしく取り行わんとなすがゆえに。
よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いいよ、おやすみ。おやすみ。何やってんの、何やってんの、だってもう残してたやつ、残してたやつ、はい、もう全部はい、久保田紹介です。あ、田代さん。連絡しくそげ抜き、やましょやましょ。いやいや、何やってんですか。いや、ね、ちょっと仕事でいろいろあって疲れてて、うん、ほら、大きな声出さないで。てっちゃんが遅くなるとき連絡くれたことあった？それと3日も外泊っていうのは意味が違くない？お願いがあるの。バカ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 。じゃあさよなら。さよなら。でしょそんなの。え、自分もでしょ。 あれ何だったんだろうな、なんで指輪入んないんだろうとか思ってたんだよね、あの時。はあ、てっちゃんはその浮気相手の人と一緒になりたいんでしょ。ならないよ、一回だけだよ。朽ちてるのに咲くんだね。私ね、癌なの。は？じゃあ何やってんの？この後どうすればいいですか？病棟へご案内しますので、そこで看護師から注意事項の説明があります。わかりました。てっちゃんの子供ならいいなって。何やってたんだろう、結婚した。これは。それより、私てっちゃんとしたい。少し足開いて。なんでそこ見てるじゃん。なんだよ。なんか足開いてる。ほどなくして僕は嫌でも気づくことになる。まるでドールが完成に近づくのと引き換えみたいに、その子が、その子の体が痩せ細っていくことに。
そのうん。